すごい。ドラが見たい、ドラが見たい。いいですよ。はい、入った。ドラが量増です。入りましたよ。あ、いいですね。パスも入ってる、メンズがいっぱい。メンズ単品、ドラがなかったらちょっと不安ですけど、メンズ単品いつもぐらいいきますね。見せてくれなかったけど、良かったですね。良かったですね。さあ、釣り、釣り、パスの関係は。そうだ。よくない、よくない。初だけ、初バンバン、初バンバン、泣けないし泣かないしね。いやー、これ来ましたね。これはもうリーチで。ここまで粘った彼が、あれでしょうか。やばいですね。これは大逆転ありますね。あるね。これはさあ、あでもダブルバックチャンスへ。達也がなんと初がそいつ。これはどうしますか。さあどう選ぶ、どう選ぶ。これは考えましょう、ゆっくり。どれ切ったらいいですか、これ。何切るですか、これ。何切るですね。ロソーに手がかかりそうか。これはどうしますかね。いや、何切りますこれ。僕は難しいですね。難しいですね。僕三品かな。あ、三品もいい。僕ちょっと三色まであるなと思って。欲張りですね、ここに来て。そうです、6000オールで決まるんで。リーチ打てればいい、よくないですか、これ。ちょっと準備早すぎるんで、どうするかな。勝間さんは三色とドラの受け入れを見た感じ。ドラの切り替えを見てからそうでしょうか。ダイレクトの数ピンも見て。うんうん、想像の伸びは犠牲になるけど、ウーソー2枚飛んでるから、うんうん、そこまでいいだろうと。なるほど。これは来たな。これウーワンとか引いて3色になれば激アツですね。さあドキドキです。あーでもここで黄色い、これ これで十分両面両面になりました。はい、はい、ウーピンかパーピンを切れば受け入れ広い、ね、はい、まっすぐ行きました。これはもうチーしたくないです。これリーチ打ちましょう。そうですね、これはリーチ打ちましょう。ようやく来た本手というところでしょうか。しびれるリーチ、これは泣けないな。ヤンは薄いけどしょうがない、薄いけどシャンポンでもいけますね。すでにリャンワンが場に4枚切られました。そう、ただまあ切られてそれ以降切られてないってことは山にある可能性がだいぶ高いんで ね、もう2人国士なんで この局面において、はい、来たか、うん、これは G1 ダメだな。どうしますか。リャンワンをいいと読むかどうかですね。リャンワンがね場に4枚切れてるんですね。もうすでにリャンワンの方がいいでしょう。こうなっちゃうと、こうなっちゃうとそれ以上持たれてる。 Q1 がないんですよね、多分ね。これは英断ですね。タンヤオに決め打ちましたし、リャンワン実際誰一人使ってないんで4枚残ってるんですね。素晴らしい選択ですね。あ、そしてリーチ、これでリーチだ。はい、リーチ来ました。さあこれは、あー、しば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 しも、これは怖い、参ったなみたいな。これは怖い。しかもリャンワン山4です。山4ですね。あれ以上は使われていません。これ一発積もったらが乗るともうほとんど並びますよ。並びですか。達也さん、これ押し返せないですよ、ちょっと。さあ、報酬はしたくないですよ。ロウソウ義務ですよ。厳しい。まず、ロウソウから。一発か、一発いった、裏は連品一発積も、裏はどうでしょうか。裏は乗りません。26オール。26は3000オール。さあ、どうだ。さあ、1万2000点、ここでまた縮まりますので。達也さん、今もう一発積もされた瞬間もない。